教育の場で自分も成長しながら美術教員になりたいなと思っています。今日本画を描いています。色彩を大切に描いていて、熊本県内だけじゃなくて東京とか京都とかいろんな展覧会に出品しています。なんか洋画とはなんか色味が日本画だと全然違って、なんか古典的な色味にすごい惹かれて、なんか平面の中でこんなに色彩で遊べることがすごい楽しかったからです。結構日常の一場面を作品にしているのですが、なんかこたつの上にみかんとか、本当に扇風機と向かい合ってる女性だとか、普段の生活の一場面を切り取った中から面白さを引き出していこうとしています。やりたいことは全部やるということで、秋とかは展覧会も多くなるんですけど、なんかもう全部出したいという気持ちですごい短いスパンで作品を仕上げたり、なんか美術のなんかアジアの美術に興味が出たら海外の方に短期研修として参加し、もう実際に海外に行ってみたりとか、本当に何でも挑戦しようとしています。熊本で絵を描き続けることのできる創成大学にぜひ皆さん来てください。